開幕スモークグレネード、スモークグレネードどこ行くねー。どうもこんにちは。いつも強化された機体で成し遂げたいオンドレアスです。今回はこの2021年7月に実装された500コスト支援機プロトスタークジェガンで成し遂げていくよ。今回の戦闘はレベル2の機体で来ておりますので、550コスト戦場となっておりますね。本機は地平装がビームライフル、保有していればスタークジェガン用ハイパーバズーカにも換装可能。バズーカは威力が高く、ヒットさせた際のリターンは大きいですが、爆風が非常に狭くて強め、この戦闘はビームライフル装備できておりますね。さて、前線が上がりそうなのでポジションチェンジしましょうか。で、出たー、ステルス強襲機だー。孤立しすぎましたね。もはや味方がカバーできる距離ではない。本機は地平装の他に威力高めのハンドグレネード、まあまあ使えるマシンキャノン、そしてこの機体といえばやはりこれ、殺虫までロマンたっぷり大型対艦ミサイルだー。さらに着弾範囲内の時期及び味方にステルスを付与するスモークグレネード。これらの兵装で何とかしていく機体となっておりますね。ロマンたっぷりで私はこの機体結構好きなんですが、ロマンで飯が食えるんですか。戦績は振るわず強化調整される運びとなりました。本機は高威力ノック兵装大型対艦ミサイルを軸とした近中距離射撃戦を得意としております。大型対艦ミサイルは瞬間火力が高い兵装ですが、使い勝手や命中精度が低い兵装となります。また、この兵装以外に決定打を与える兵装を装備しておらず、それゆえによダメージや攻撃機会が減り、各種戦績が低下傾向にありましたので調整しました。ということですね。勝率などはこのようになっており、対艦ロマンミサイルを持ちながらよダメージが平均を下回っている、つまり当たればすごいけど全然当たっていなかったということがわかるデータですね。またそれほど低いよダメージと非撃破ではないのに勝率が結構低いのは、本気のよろけ取り能力の低さ、これが響いているかと思います。そう、対艦ミサイルを当ててダメージを出すとか活路はなし。何気にハンドグレネードの火力がえげつなく、シュナイドに3500のダメージ。ハンドグレネードは大体脚部にヒットするので、そういった面でもバカにできない兵装。今前に出ると処されるので、ヘイトが私以外に向くのを待っております。今ですぞ。ここスモーク使ってから動くべきでしたね。それはそれとして、裏取り対艦ミサイル、よろけ継続ビームライフルからの高火力グレネード。という感じで対艦ミサイルから繋げやすいのもビームライフルの利点ですね。本機が強化されたのはまず高速移動、185から190に上昇。スラスターも65から70に上昇し、ポジション取りが行いやすくなりました。また、スラスターを吹き返すスキル強制噴射装置のレベルが1から2に上昇。低燃費での吹き返しが可能に。そして大型対艦ミサイルが強化。発射後、照準方向に誘導可能となりました。弾速の遅い対艦ミサイルは、着弾までに敵が動いてしまうことが多かったのですが、この強化により微調整が可能となり、フルヒットさせやすくなりました。結構大きな強化かと思います。行け、微調整大型対艦ミサイル。シュドドドドン。今のも誘導付与前であればフルヒットしていなかったんじゃないでしょうか。以上がレベル1の強化調整となりますね。レベル2以降は先ほどの強化に加えて、マシンキャノン、そして大型対艦ミサイルの威力が上昇。そのため今回はレベル2を使っているわけですね。レベル2の対艦ミサイルは威力1650を4連続発射。さらに実弾で刺さりやすいため、食らった方はひとたまりもないんですねー。一応修理を施し、機体 HP は4000まで回復しましたが、このウェーブは味方の機体 HP もすり減っており、負けウェーブ、落とされる前にさっさと対艦ミサイルぶっ破しましょう。後ろから何者かが迫っているので寝かせて離脱。うぐー、捕まりましたが前線崩壊しているのでこれはやむなし。出撃、このステージなんですけども、本拠点まで押し込まれると、砲撃も刺さりやすく大変厳しくなるので、本拠点よりかは少し前で守りたいところ。まあこのバトーペではそもそも本拠点守りが強いステージってあんまりないですよね。大体ちょい前で防衛ラインを構築するのがベター。右側のルートを封鎖します。投資は1000、投資は1000ぞ。本機のマシンキャノンはレベル1では DPS が750ですが、レベル2では DPS は900に大きく向上。
レベル2のマシンキャノンであればダメージもある程度期待できるものとなっていますね。そういえば最近の新機体はファンネル射出中は機体性能が向上する。フルアタックなるスキルを保有している機体がちらこらいますが、この機体も欲しくないですか？対艦ミサイル射出後は機動力向上とかあっても面白いんじゃないでしょうか。ミサイル準備よし、機体 HP さえ見えていれば、その方向に誘導するだけよ。対艦ミサイル気持ちよすぎだろ。この機体見た目もいいし支援機の中でも3種に入るぐらい好き。我がチームの拠点爆破は通りそうですね。これはもう勝ち確。今回の調整による対艦ミサイルの誘導、当たりやすくなりダメージとよろけを取りやすくなったのはもちろん、味方に致命的フレンドリーファイアしそうな時に、わざと外す、といったことも可能となりましたね。そういった意味でもかなり扱いやすくなったのではないでしょうか。ちなみに対艦ミサイルは今リロード中なのかどうかが一目でわかる珍しい武装、にょっと生えてきました。ミサイルが生えていればリロード完了ということで、出たー、2回目、角から出てくるんじゃねー。本気は射撃に強い反面、対角刀は低めとなっておりますので余裕でいきます。最後の出撃、再出撃したということはどういうことかわかりますか？対艦ミサイルがあるってことだー。恨みを感じる苛烈な攻め。それでもリスナーに届けたい、Y の渾身の、ジェルカウンター。はい、行きますよ、せーの、成し遂げたぜ。強化されて対艦ミサイルで気持ちよくなりやすくなったプロトスタークジェガンでした。それでは今回はこの辺でー。